こうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、はじけて戻れ。そんな。形勢逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。死なせてやろうか。俺は優しい。お前なんかに負けるもんか。所詮貴様らがこの俺に戦いを挑んだのが間違いだったのだ。バカめ。はっ。と。
から行くぞ。なんだそれは。もっと気を集中しろ。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ、クリリ。いいんだ、これで。え、この次は、オラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。おかえり。ああ、ご苦労じゃったな。おかえりなさい。あなたたちもお帰り。はい、ただいま戻りました。すみません、取り逃がしてしまいました。仕方ないわよ、そう簡単に捕まる奴らなら苦労しないわ。ほら、お前はその前に自己紹介せんか。あ、はい、そうですね。はじめまして。俺はトランクス。俺はタイムパトロールの責任者とでも言えばいいでしょうか。この人は俺のパートナーです。今まで巻物を使った特別任務は全て俺たちがやっていたんですが、最近また急に歴史の改変が起きるようになって手が足りなくなってしまったので、老海恩神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてましたよ。こらよせ、調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。お前なんかまだまだじゃからな。そんなことないわよね、頑張ってくれてるもの。甘やかすな。で、だ、歴史の修正はなんとかなったが、随分おかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずのやつが出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口は間違いありません。今、
俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ、混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいる奴らとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る暗黒魔界の住人、悪の科学者トワと彼女が作り出した人造人間ミラ。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺は貴様らの部下になったわけではない。あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。つけ上がるな。よそうや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。その新聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。これでカカロットのやつに一泡吹かせることができるな。それじゃあ、あとは頼んだわよ。どうだかな。あんなやつらさっさと洗脳してしまえばいいだろう。いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても、あいつらは勝手に歴史を荒らしてくれるんだから。それにちゃんと手も打ってあるわ。